インタビュー行きたいと思います。今日ね、優勝の鈴木さん、前半6本後半3本でした。釣り方、ないし、攻略法、一番良かったパターン教えてください。今日は、ドーナの、オリジナルで、チャートグリーン、チャートグリーン、はい、をボトムまで1回沈めて、去年も野沢さんが釣れたような感じで、前半6本で、後半はもうクランクの早巻きで 5回ぐらいかな、はいはい、で3本で取りました。クランク早巻き、早巻きして、あとはデッドスローで アピールして、はい、であとはデッドスローで、デッドスローで食わせたと、はい、食わせたいう感じですか、はい、色はちなみにどんな色でしたの、クランクは。黄色っぽいような、黄色っぽい、はい、あの詳しくは教えてくれないですね。オリジナルでオリジナルから塗ってもらったものなんで。ああ、なるほどね、はい、了解しました。あの後ほどね、あの詳細は、ご伺いするといたしましょう。ということですね、前半じゃ、ドーナの、からで6本で、後半はクランクで3本ということですね。はい、おめでとうございます。続きまして